はい、こうやって垂れちゃうんで早く抜いちゃいましょう。これで大丈夫だと。ダメだ、ダラダラだ。やばい、相当垂れてる。ダメだ、これ ATF 買ってこないとダメだ。あ、止まった止まった。はい、どうもこんにちは。狭い道路で対向車と行き違うとき、でっかいホイール履いてると絶対に段差に登らない。よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、ドライブシャフト、ハンドル切ってアクセルグッと入れるとガッ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 と、この車もやっぱりさすがに12万キロ超えてるんで、だいぶね音が出るような状況になりました。で、前回のこのロアームの交換してるときに、パイロットのね、ブーツが、バンドはついてたんですけども、NA だかターボで K が違うのかわかんないんですけど、新しいブーツだけを交換したんですけども、それでもガバ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 なっちゃってて、結局グリスが飛んじゃってて、音が出だしたというので、格安中古車ならではの差がかなと思いますんで、今回はですね、ドライブシャフトを交換したいと思います。なんかある?すっごいくだらなかった。はい、それでは参りましょう。レッツゴー。早速作業入るんですけども、まず作業入る前にドライブシャフトってこのナックルタブのところを突き破ってきてるんですよ。なのでここにセンターナットって言って30ミリのでっかいナットがついてるんですけども、それをジャッキアップした状態だと緩められないんですよ。一緒に動いちゃうから真ん中。そう、なのでタイヤがついてる状態で緩めたいんだけども、キャップがついてるじゃないですか、センターキャップ、なので一回ジャッキで上げてホイール外してセンターキャップ外して、それからナットをね、緩めたいと思います。キャップ外れるんだ、それ。外せる。裏側からね。裏からコポンってやるの?そう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 。なんで、ちょっと一回ジャッキ上げてホイール外します。はい。はい。ちゃんとナンバー付け替えたんじゃん。あ、そうだよ。いつもさ、ほらナンバー付け替えるの忘れて、あ、ナンバーみたいな。あ、そんなことしたことない。はい、緩めて大丈夫なの?その、ジャッキしないで。あ、今、軽く緩めるだけだから。あ、ジャッキ上げんのか。そうそうそう。これ、視聴者さん、最近、批判的なコメントも出てきているんで言っておきますけど、プロじゃないと見ない人はチャンネルやめていただいて結構です。趣味ですからね。そう、趣味です。この趣味やばいよ。引退するのが趣味だから。いや、だから私は本当は運転するのが好きなんです。運転するのが好きだけど、はい、するのが好きがゆえに、はい、バラしてみたくなっちゃう。あんまりバラすの好きじゃない。なんなんじゃん、直せないから。直せない。ほらさ、時計を分解して直せってがあるじゃん。細かいのがあんま好きじゃない。大きかったらいい。そういう問題じゃない。見せて。それつつけばいいの。そうです。それでドライバーの柄の裏とかでこうやって外す、うん、それでいいの。あ、なんかストッパーみたいなのついてたけど、だいたいどのホイールもこんな感じになってるんで、ついてないやつはついてないし。そこだけ売ってるんだ。ああ、まあ売ってるっちゃ売ってる。こうやってはめて戻すの。だから動いちゃうって言ってない。全然人の話聞いてない。あ、設置した状態でやる。やらないと、ほらブレーキローターが動いちゃうから。あ、そうだから軽くはめてその状態から緩めないと、ものすごい力がかかってるから。じゃあその真ん中にネジがあるってこと。そう、だからセンターナットがありますよって何も聞いてないの。見せてない。いやいや、させないで。あ、これか。本当に分かんない、バカだな。これですよ。はい。え、出て。どんなの。ちゃんと見せてくれないと分かるわけないじゃん。言ったじゃないですか。言ったとさ、見るわけなんだよ。へへ。全部空っぽなの。全部私が悪いですよ。どうもすいませんでした。はい、視聴者さん、いつもね、こうやって全部僕のせいにされる。かわいそうなんですよ。みんな違うって分かってるから大丈夫。かわいそうなんですよ。マーブラはいつもこうやってね、落とし入れられてる。はい。じゃあこれも残り反対ね。こっちが3人です。何が?タイヤ泥棒。タイヤがなくなったらこいつが犯人。何て言うかよくわかんない。タイヤ外すの何回目?え、もう何十回目だ。あ、ほど多くはないけど。めちゃ、え、1ヶ月に、ほら、人生の中で3回あるかないかだと思う。そんなことね。そんなことあるよ、ほら。私まだ1回も外したことない。もう前にやらなすぎなの。違うよ。どうした?荒れてんの?荒れてる。うん。あれあれだ。うん。よいしょ。本当は強力なインパクトとかがあれば、うん。まあ、それで浮いた状態でダダダダダってできるんだけど。浮いた状態で?車体がね。うん。ただ今日は、インパクト使いません。はい、これでセンターナットが見えるような感じになったんで、これでセンターナットを外したいと思います。まあ、なんか変な形してる。真ん中なんで見えたの?そう、これは緩み防止のために、カシメをつけてやるんです。へぇ、はい。それをちょっと外します。
ちょっとこれをジャッキを下ろします。はい。まあ、ある程度設置した感じで。ここで、もうね、これ。これ、このセンターナットは30ミリ。センターナットセンターナットを緩めるソケットは30ミリです、うん。で、今日のためにこれ買ったんですよ。スピンナーハンドルと、これと。で、これ多分、この状態だと入るか。入るんで、まあ、この状態でいいかもしれない。ただ、その前に、うん、本当はこれ、ここが金属のやつでやってください。ちょっと私、残念ながら持ってないんです。あ、打ち込むかな？そう。このカシメのところに、うん、マイナスドライバー入れて、カシメのところちょっと待ってね、ここね、うん、ここのところに、間に入れて、ハンマーでこうやって入れるんですよ。うん、で、カシメを起こす。起こす？カシメを起こす。あ、クッてなってるやつを、そう広げてあげるんだ。起こすやつ。トルコをかかりきってなくて緩んだとしても、うん、ここでロックさせる。させて緩み防止のために。ここ外れたら本当大変なことになっちゃうんで。タイヤ転がっちゃうの？あ？タイヤ転がっちゃうの？ドライブシャフトが抜けたりとか。へー。タイヤね。大丈夫な気がする。大丈夫な気がする。そしたら、うん、これを入れる、うん。入れたら、これ正直こんなんなんかじゃ外せません。うん、絶対無理。はい、これです。やばい、限界いく。これで、まあこれちょっとあんまり太くないパイプなんで、あんまりよろしくないんだけど、本当だったら単管パイプとか、そういう硬いやつでやります。これ入れて。大丈夫？はい、外せました。ってぐらい力かかるんですよ。曲がったね、パイプ。で、まあなんとか緩みました。ほら、これでね。うん。で、緩んだら、あとは中ですよね。こんなごっつい。あとは。おで、ちなみに反対もやっていきます。うん、パイプ中見せて。中見せて。どうぞ。中、外れよ、うん。これで、あとワッシャーがまだ残ってるんで。ワッシャー？まあ、これはまた後ほどね。はい、うん、次。反対も、まずカシメを取ります。うん。取れないんだな。あ、曲がっちゃう。あ、これ使おう。ジャッキのやつ持ってきたの。うん、いいの、ジャッキの。ジャッキの、これの方がよっぽど硬いから。うん。お、ボキッていた。うん。いけた。全然これの方が硬い。はい、こんな感じでね。熱くなってきた。俺の心は？なんだろう。ノリの悪いやつ、いるこういうの。外しちゃうの？これも。なんでよ。外さなきゃ意味ないでしょ。そうなんだよ。何の作業ってんの？わかんない。知らないのに限度がある。はい、外せました。はい、そうしたら、ここからまず、うん、伸ばしたね、もうこの、さっきのところ？そう。よし、はい、これがセットです。で、これ交換するドライブシャフトにはセンターナットとワッシャーついてなかったんで、うん、これは私は再利用です。本当はここを崩れてるやつは再利用しちゃいけないっていう話なんで、うん、まあ私プロじゃないんで、承知の上ご覧ください。うん、はい、で、外したら今度はブレーキキャリパー、これを外します。うん、17かな。どこから？ここです。もう土台から外しちゃって結構です。このキャリパーのね、うん。このキャリパーのパッドを交換するところのボルトじゃなくて、ステイのボルトを緩めてください。2本。2本？うん。17ミリです。上と下であるの？あ、ある。ここ最近さ、うん、孫までずっといじってんじゃん。うん。さすがに慣れてきたよ。そっか。うん。一度やったことはね、体験なんて大事だからね。でも忘れる。忘れてんの？寝たら忘れるタイプじゃないよ、ね。あ、そのタイプです。あ、終わった。で、ここね、キャリパーを緩めて、うん。どうやって外れるの？下にもボルトあるんです。うん。はい。このボルトね。ちょっと待ってよ。キムタクじゃねえんだよ。うん。ここのボルトとここのボルトね。上のね。うん。これを緩めます。うん、はい、そうすると、うん、キャリパーが外せます。ちょっとかじってるな。はい、こんな感じで。ブレーキパッドはまだまだあります、うん、はい、これこのブレーキパッドすごいダストが出るんだよね。安いやつ、ね、安いやつやん。なんかタイラップかなんかでどっかにぶら下げておきましょう。はい、どっかつなげられるところ、はい、つけておきましょう。はい、そしたら次ね、パイロットエンド外します。パイロットエンド、うん、ここです。イライラさせないで。立ったり座ったり。そういう仕事なんだ。もうね。はい、ここね。あ、この間やったやつ？そう。で、これは、この車種は、うん、キャッスルナットじゃないんですよ。
上に樹脂がついてて滑りを悪くさせて緩まないようにするナットなんで、ピンは入ってません。あー、そう、なんかもう一個のやつ入ってたよね。そう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 、なんでこれで緩めます。緩めるだけです。楽ちんね。まあそうだね、楽っちゃ楽だね。うん、私のドラテク見せてやろうか。ドライバーのすまないすぐ舐めれるぜこれで。あ、コンコンするんだ。そうそうそう、逆にとりあえず入れて頭がだいぶ収まったぐらいで、はみ出ないぐらいでね、ナットのところに頭がはみ出ない、これぐらい、ここね、これぐらい、はみ出ないぐらいで収めましょう。これをまっすぐハンマー叩く。あれ、ハンマーしか。まっすぐハンマーで叩きます。ワン、ツー、スリー、はい。ちゃんと収まってたのかなって感じがする。そしたらまた緩めます。あ、閉めてました。はい、抜けました。はい。入れたら置いといて、今度ここのここのスタビリンクの下のボルトをね外します。あ、もう完全に外しちゃうんだ。うん、これ 14mm です。この間やったやつをそのまんま。そうそうそう、いつもより多く、なんて書いてある回ってます。いや、それどころじゃないの。うん、ちゃんと一生懸命やって撮ってるよ。はい、撮れました。今度ここ、ここも 14mm です、うん、ここも緩めます。はい、緩みました。はい。お、いけた。で、これで、外せるんです。ご対面ですね。もうこれ、ブーツが全然サイズが違う。おかしいでしょ、これ。あとは、これ、中のを、ちょっとこじって出すと。うん、中こじるの？うん。一応、こっち側は、ドライブシャフトを抜いても、ATF って言ってギアを漏れることはないということなんで、水平にジャッキアップして、ドライブシャフトを抜きます。ただ、運転席、助手席側は傾けとかないと ATF のオイルが垂れてくるっていうことなんで、助手席側をやるときは片側を傾けてやって、できるだけ垂れないようにやりたいと思います。ここで潜ってて、ここにドライブシャフトがあるんで、こいつをこじってやる。こじって取れる。あ、もう垂れるな、ATF。やっぱ垂れるな。こっちからでも漏れる。こっちも下げて、こっち側が下がってなくなるの。うん。はい、じゃあ抜いちゃいます。とりあえず抜いちゃいます。あ、全然違うところに出してる。はい、こうやって垂れちゃうんで、早く抜いちゃいましょう。はい。はい、どいて、どいて、どいて。はい。はい、これがそうです。で、今とりあえず新しいの抜いちゃいます。新しくは見えない。はい、これが新しい方です。はい。これで大丈夫だと思う。また？おそらく。ダメだ。ダラダラだ。やばい。相当垂れてる。ダメだ。これ ATF 買ってこないとダメだ。あら。あ、止まった止まった。全然受けたら役に立たねえ。全部。あれ、場所が悪かったね。うん、全部下に垂れちゃった。出たやつを戻そうっていうのもある。そう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 。なるほどね。はい、で戻したら、うん、今度こっちをはめます。でこれが外したやつです。これ以前に分割式のよくつけたんですよ、品番も見て、うん、備品番も見てつけたんだけど、ご覧の通りこんなサイズが全然違うの。違うね。おかしいでしょこれ。バンドしたって収まるわけないの、うん、だから結局ずっとそのまま放置になってて、挙句の果てには音が出だしたっていうざまなんですよ。ざまです。はい、なのでこれはもうポジス温まってます。温まってます。もうクンクンですよ。クンスカしてるの、はい、なんでそんな余ったり言ってほしいなはい、ということで今はめたんで逆の手順で戻していきます。これをはめます。はけはけはけ。でこれで 14mm のナットスタビリンク、続いてここのスタビリンクを止めます。ここね、うん、はい、これでスタビのナットがね閉まりました。はい、で次パイロットエンドです、うん、19、17、19、17、19、メガネとスパ、ここら辺あるんでしょ。メガネと17、19、はい、はい、でスパナもちょうだい。スパナもちょうだい。17、はい、はい、これできる、これで、うん、あ、違ったなと思った。ちゃんと仕事しろやなんだお前嫌なやつだな。余計なことばっかりちょっとやっていくから進まないんだろうって言われた。はい、でここ閉まりました。うん、したらあとはキャリパーだけですね。はい、ただ私のってこれ純正ついてなんかと見比べると色が全然違うでしょ。
実は中古のドライブシャフトなんですよ、うん、お金がないもんで買えなくて、うん、で中古のドライブシャフトを買って、でブーツがやっぱだいぶ劣化してたんですよ、うん、でまあ車検の時にはブーツどうせ買えるだろうから、まあ、少しでも耐久性あるようにっていうので液体ガスケットでもあるシリングみたいなやつをこれハケで塗りました。でゴムの層を分厚くしたと。力作です。はい。であとこれはサビ還元塗料、サビ還元塗料で塗って腐食をちょっと抑えようということで塗りました。念のためここ摩擦するんでドライブシャフトにシリコングリースを塗っておきます。摩擦をちょっと軽減するよ、ね、はい。そうしたらキャリパーを戻します。これ再利用可能、再ラップです。そうなんだ、うん、ただ外して、じゃあつけるのはどこでもいいの？いやいやいや、ちゃんとさっきのメジャーなところ。あ、そうなの。場所があるんだ。あら、当たり前じゃない。鳥耳宮城耳。で、その穴の位置があるんだ。そりゃそうでしょ。じゃなくてつけられる。で、あと下があるね。うん。なんで下がある？そっちに。よくつったんだろうな。うわー。下側もね、ここで。はい。で、ここも17。工具がいっぱい置いちゃってさ、足元置き場がないの。そういうわけいらない。足元はあら、これも逆さで使うとき、はい、OK。 であとはセンターの血が荒れるとワシャワシャワシャってやる。あ、なんて言った？ボラの血が荒れるとワシャワシャする。まあとりあえずこれ閉めて、うん、本当は新品をね、うん、仮締めでとりあえず、はい。でとりあえず片方終わりました。タイヤつけてこちらだけ着地させて、うん、反対側かほら斜めにして、うん、さっきみたいにオイル出ないようにしたいんで、うん、ちょっとねはめちゃいます、うん、はい。急遽なんですけど3月中旬前なのにもかかわらず半袖に着替えました。暑すぎてね、はい、ちょっとじゃあ残りのね作業、とりあえずホイールはめちゃいます。で、センターキャップは、これはホイールつけてからでもはめられるんで、はめることはついている状況下でもできます。半袖着たの、多分9月以来とか、そんなんですよ。興味ないんかい。あ、みんなそうだよ。え？みんなそうだよ。あ、そうだね。まあ、そう、言われてみりゃそうだ。何言ってたもん。は？はい、やれや。やってみよ。ってな、クソババア。ババア言うな。なんだったらいいの？化け物がやってる。あ、すいません、すいませんでした。まあ、私よりほら、年配の方にね、生意気な言葉発言しちゃって先生。どこに年配がいる？お前だよ。これか。お前だよ。はい、じゃあこれ納豆ね、うん、とりあえず仮締めでいいと思います。うん、着地してから本締めね。そうそうそう、はい、とりあえず完了です。はい、で、これで下ろします。あ、スペーサー入れてない。最悪。こいつを忘れちゃいけねえよ。イライラしちゃう。暑いとすぐイライラしちゃう。寒くてもいいです。まあ、ブラさん、わがままなんて全然。根本的にイライラしてる。暑さとか寒さのせいにするのよくないよ。視聴者さんとお話してるときはイライラしてる。何こいつ。そういえばチャンネル登録者もうちょっとで1000人なんですよ。うん、これ視聴者さんちゃんと見て、なめて傷がつくからそこ見ろよ。視聴者さん、あっち見ろ。視聴者さん、これ1000人いったらカミティグ集まります？コメントください。お待ちしてます。いや、ちゃんと見てやるよ。はい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 。だからこういうのを忘れちゃうんだよ。はい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 、ね、いけないの、こういうの。はいはい、はいはいはい、ほいほい、はい、よいしょ。これ、お医者さんだったら医療ミスよ。そんなことない。つけ忘れちゃった。縫い合わせて、あ、やべ、忘れたって言って、もう一回、ね、開く、開くんだよ。回復すんだよ。邪魔が入るから作業がはかどらない。喋れたり喋るなって言ったり。私のチャンネルだから、うん、私のが王様なの。次言う言葉はね、絶対知ってんだから。次ね、言う言葉はね、知ってんだ、うん、何？寒くなってきた。そうです。いや、でも今お日様当たってるうちはやっぱ暖かい。ちょうど T シャツでいいぐらい。 T シャツで軽く汗ばむぐらいだから。何そんなワンパク少年アピってんの？いいえ、ジジイって自分で言ってんだよ、うん、別にワンパク少年アピってない。じゃあとりあえずこっちは OK なはず。反対側行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ今度また17ミリで外します。ブレーキパッドね。ブレーキキャリパー。キャリパー。
何度言っても覚えねえなおめえな。はい、そしたらキャリパー外してぶら下げました。はい、はい、そしたら今度はタイラップです。タイラップは？タイラップじゃない、タイロットです。タイロットを外します。こっちです。いやー嫌がらせ。2台買えや、もう本当に。 GoPro 何だっつってんだろ。2台置いときゃいいんだよ、1個固定で。よいしょ。あ、閉めてた？ってこと？うん、じゃなくてこれが永遠にループし、ナットもほら一緒に回っちゃってるから。そこも外すの。でも、うん、こういうこっちったらダメなのね。うん、どうしようかね。逃げらせられるんだったらそれで、でもいずれにしてもはめるときインパクト必要だよね、これだと。ちょっとその前に、こいつのナットを外しましょう。真ん中ね。これ30ミリですからね。これ30。はい。僕の年齢と一緒。はいはい。よく見えなかった。なんか自分の言葉で30だからねって言ってるけど、はい、うん、こう見せてるのと見せてる間の時間が短すぎて困るんだよ、この方。ああ、ちゃんと5秒ぐらい静止してくれないと。30ミリですからね。30ミリですからね。顔はいらない。はい。長すぎん。5秒でいいって言ったじゃない。知らんがな。5秒測ってねえ。体内5秒はどこにあるの？体内5秒？体内に感じてる5秒はどれくらい？よ、よーい、スタート。はい。5台。お前早すぎるじゃん。なことない。アホか、アホか。てか外せない。指入んないの？うん、入らない。うまかったね、今のうまいことやったね。はい、お前ちょっと褒めてやるぞみたいな言い方。これ外さなくてリング。ん？リング。あ、俺は大丈夫。うん。さっきムカついたからなんとなく取った。あ、スタビリンク。下外してない。うん、スタビリンク。私の方が確かにね。それは見てやってねえんだもん。何こいつ。そういう言い訳はいらないの。言えば言うほどね、苦しくなるよって誰かが言ってた。お日様当たんないかな。寒いでしょ。涼しい。涼しい、うん、寒いまで、うん、涼しい、うん、そうだ、聞いたかった。面白い。一緒に来た。知らないの聞けんの、これ。知ってるよ。可愛らしい。やばいね。やばくはないの。面白いじゃん。じゃあイケメンって T シャツ買ってあげるから来てよ。いいよ、勝手にと着てやろうか。うん、着てみて。あ、見れた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 。これで、うん、いけたな。いけたけど、うん、そっち行くよ。あ、怒っちゃった。バンドだよ、あれ。そっち見させて。はい、外れました。はい、またこれ抜きます。ただ、うん、またオイル漏れる可能性十分高いから、うん、ドライブシャフト準備する、うん、入れられるよ、うん、はい、これね。はい。あ、ちょっと待って、あれ？あっちってさ、ABS 対応じゃないな、これ。ABS 対応のやつって、ここギザギザ入ってんねん。これ入ってねえんだよ。ほんとだ。通常の走行は問題ないだろうけど、ヒューズ抜いとくとかしとけば。あ、やっぱ傾けてたら垂れない。入った？いや、まだだ。パーツクリーナーで一回洗いたい。反対側も洗っときゃよかったな。グリスでデロデロだから。デロデロ。いや、ハマるはハマるんだけど、うん、じゃあこの14のナットを締めます。うん、ここね、汚いから気をつけて。うん、よし、スタビリンク、スタビリンクをつけます。この間新品つけたのにもう、あ、なんか今パーツクリーナーでオイル作っちゃったのか。あ、でもね、やっぱ結構汚れてる。汚れてる？うん。こんなもんか。キャリパーを戻します。はい。てかね、これタイロットエンドを外さなくてもいけるね。だから外すのは、キャリパーとホイールを外してからね。うん。ホイールを外してから外すものは、キャリパーとロアアームのハブとくっついてる側を交換すれば、あ、外せばいけちゃいます。もうあれじゃないの？多分作業しやすいように。多分そうなんだろうね。どうだ？あ、OK。はい、で、またワッシャー入れて、うん、またナット締めて、うん、そこ最後に本締めするってやつだよね。そうそうそう、着地させてからね。うん、問題は、あの、垂れちゃった ATF。うん。はい、で、あとは、これつけて、で、ホイールつけて終わり。今日あれだね、ロアームよか早いね。うん。てか、ロアームでだいぶこのワゴハルの作業は慣れたのかもしれない。
そこが最初外せなくて苦労してたからね。そうそうそう。それはそれさえ外せればそんなね、はあ、時間かかんなかったから。今回学習できてるから時短できたね。この車種に慣れたよね、だいぶ。うん、はい、着地させます。おーい。で着地させたら、うん、こいつをまた入れて。怖えな。あ、これぐらいやっても大丈夫だ。そしたら最後はマイナスとハンマーでこうやって見せて見せて、かしめのところにやって、うん、ハンマーで叩く。こうやってね、癖がつくから、うん、これで万が一緩んだ時でも大丈夫と。はい、で反対もやります。はい、うん、おそらく大丈夫だと思います。端のところをへこませる。はい、こんな感じです。はい、中古だからちょっと避けてくっついてるけど、まあ、とりあえずこれで OK かな。で最後にセンターキャップ。はい、これをで反対に、はい、であと規定トルクで締めて終わり。はい、はい、反対。OK、 はい、完了です。あと一応 ATF 見よう。どうだろうね、結構長く出たからね。で、ATF のゲージはここです。ああ、ここですか。そう。へえ。はい、1回目ね、拭ってもらって。足りてれば、次のほら、あの、ATF のオイルパン、うん、直すときまで、そのままでもいいかなと思う。うん、大丈夫なんかな。とりあえずは入ってるのかな。結構多くないでも。うん、大丈夫そうだね。でも問題なさそうです。はい、じゃあ、そのまんまね。はい、じゃあこれで。で、ちなみに、前回 M さんが、ほら、ABS ってなんで分かったのって言ったじゃないですか。うん、高橋さんのあの、アルトワークス。うん、これなんね、うん。このアルトワークスの時に、なんで ABS 分かったのって言ったでしょ。これ、これ、これが ABS ユニット。へぇ、これが付いてると、ABS 付いてるよっていうこと。へぇ、ただ今回、うん、ドライブシャフトが ABS のじゃなかったんですよ。うん、なので、ABS のヒューズを抜いた方がいいかなと思います。ツルツルだったね。え？ツルツルだったね。そう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 。あのギザギザのギアがついてなかったんで、うん、だから外した方がいいかな。はい、ということで、なんとか無事ドライブシャフトもオイル漏れたんですけど、とりあえず前回その ATF 交換した時に量がだいぶ入ってたみたいで、だいぶ抜けたんですけど、まあ大丈夫な感じでした。様子見て。様子見て。うん。まあとりあえずそれで、まあこれでドライブシャフトが交換できました。で、一応私毎回なんかこういう整備するとき、このワゴンある時相性悪いみたいで、なんかしらなんか違うやつが届いちゃうんですけど。とりあえず、ABS 車なんですけど、ABS じゃない非装着車のドライブシャフトが届いちゃいました。え、待って、ちょっと。ん？もう本当は、ドリフトしようとしてるんじゃない？なんで？ ABS ない方が。いや、まあまあ、でも大丈夫ですよ。あってもなくても。できなくはないですよ。できないものはない。何なの？まあ、そんな感じで、とりあえずこれでそのままだとよろしくないんで、視聴者さんは買う前によく確認してください。で、私はじゃあ、とりあえずつけちゃったんでどうするかって言ったら、いちいち何度も作業するのめんどくさいんで、無理やりつけちゃったんですけど、部品自体は取り付けられます。ただ、そのままだと ABS も作動しないんで、これ ABS のヒューズ抜いといた方がいいかなと思って、ヒューズ抜いておきます。念のため。ということで、こんな感じでね、なんとか無事、交換できました。で、ロアも交換するよりか、印象的には簡単だったかなっていう感じでした。片方ずつ傾けてやれば、ATF のオイルも漏れることもないと思いますので、ちょっとね、それを参考にしてやっていただければなと思います。私、ほら、プロじゃないんで、自己責任で、ね、やっていただければと思います。Mさん、なんかある？片方ずつっていうかさ、運転席側が下の方が良かったんだね、最初から。運転席側は上げないで、助手席側だけ上げて作業した方が、多分食べなかったんだね。そうだね。ね、だから今言って。結果的に、ね、片方ずつ上げてとか言ったから。だから今言って。助手席で殴るぞ。で、ずっと言うからじゃん。はい、ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な配信が通知でお知らせになります。また、もう少しでですね、チャンネル登録者1000人となりますので、1000人になったらカーミーティングしようよっていう方がいらっしゃいましたら、コメントの方でね、カーミーティングやりなさいとご一報いただければと思います。あとは、マーブラックのチャンネルのコミュニティのところに投票
のお願いもありますので、そちらもですね、ぜひ投票していただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。